被災地情報番組つなぎラジオ。この番組は3月11日に起きた東日本大震災で被害のあった地域をつなぎ、情報の共有や現状、そしてどうしていくかを考え発信していきます。被災地情報番組つなぎラジオ。この番組のパーソナリティを務める大阪智です。この番組は3月11日の東日本大震災を受けた被災地をつなぎ応援していく番組です。3回目の今日は宮城県大崎市美里町を中心に全国で活躍する和太鼓三味線のアーティストたちが所属する 3D ファクトリープロデューサーの千葉修さんにインタビューいたしました。9月25日震災後地元で初のライブ公演を行って、その会場にお邪魔してきました。さあ、そしてこの番組では皆様からの今震災を受けて思うこと、そして悩み、そしていろいろなさまざまな情報、どんどんお待ちしています。メールでお寄せください。アドレスは info@27p.jp info@27p.jp、 どんどんお寄せください。それでは今日もスタートです。被災地情報番組つなぎラジオ。この番組では皆さんからのメールを、いろいろとご紹介させていただこうと思っております。早速この番組にメールが届きましたので、まずはご紹介したいと思います。泉崎のアナログさんからいただきました。ありがとうございます。仙台市太白区ですが、地下鉄を通した道路沿い、陥没や凸凹がひどい。さらに冬になりアイスバーンになったらタイヤが取られて車の事故が多発するのが分かりきっています。仙台市の道路管理者はどう考えているの、というメッセージをいただきました。その他にもいろいろな、メッセージをいただいているんですけれども、ありがとうございます。早速、我々でいろいろと調べたんですけれども、そしてアナログさんにも、直接メールで返答させていただいたんですが、今回はですね、この道路の凸凹に関して、仙台市に問い合わせてみました。まずは太白区の区役所に、電話を、通してくれということになって、道路管理課、そして地下鉄の工事ということで地下鉄東西線事業推進課、こういうところに電話を、しました。ただ道路の陥没についての問い合わせをしただけで、いろいろな窓口に通されたというのが事実なんですけれども、そんな中での回答は、現在舗装工事をしており、どうしても今年、今年度いっぱいはかかるとの返答だったということなんですね。この回答を得るまでに、かなりの時間を要したということではあるんですね。そういう意味では、市役所の方、区役所の方、いろいろな事業の方大変なんでしょうけれども、一般市民の皆さんが問い合わせをすると、いろいろなところに、電話でたらい回しになってしまうという状況というのは相変わらずなのかなというところではございました。アナログさん、ありがとうございます。この番組では、いろいろな要望、それから皆さんの、悩みなどもですね、どんどん答えていければなと思っておりますので、番組の方にお寄せください。こういった、道路に関することでも構いませんし、あとは単純にやっぱり被災地にいて、疑問に思うこと、これってどういうふうにしたらいいのとか、これはどこの窓口に行けばいいのとか、そういったことでも構いません。番組の方に、わからないことをご一報いただければなと思います。番組で答えられる限りのことは、やっていきたいなと思っています。アドレスはこちらです。 info@27p.jp info@27p.jp です。そして今ですね、社団法人東北産業復興プロジェクト、ここで行っているポストプロジェクトというプロジェクトがあるんですけれども、仮設住宅にポストを設置して皆さんからアンケートを募るという、このプロジェクト、今回もですね、そこのポストに届けられた、仮設住宅にいらっしゃる方の声というのをご紹介したいと思います。現在ですね、宮城県6カ所に、ポストを設置しているということです。で、このポストは、随時増えていくということになっ
ています。まあ、仮設住宅にお住まいになって困っていること、要望、そういったものをですね、なるべく吸い上げて、それを行政の方に反映していこうと思っています。現在、このポストへの投函率なんですけれども、だいたい 15% から 20% の方が投函してくれているということになっています。宮城県を中心に、まあ、ポストを中心、設置して、まあ、他県の皆さんにも、まあ、いずれはという形で広がっていければなということになっています。そんな中で、ご紹介させていただきたいのが、三田園の、第一仮設にいらっしゃる会社員の方のまずはアンケート。行政の対応についてかなり不満があるというところに丸をつけてくださいました。今後のビジョンが曖昧、行政情報伝達の、遅い感じがあると、および不足であるということですね。そして仮設住宅でやってほしいプロジェクトということで、物置が欲しい、駐車場の照明を増設してほしいという要望をいただきました。それから、縁側みたいな踏み台が欲しいですという、要望を、書いてくださった方、こちらは、主婦の方でしょうかね。ありがとうございます。それから、漁業をやっていらっしゃるという方、収納庫が欲しい、庇を玄関と物押し場に出して欲しい、そして、今不安に思っていること相談事ということで、早く造船所を作って欲しいという要望、来ています。復興の対応が遅すぎるという、不満も、書いてくださいました。ありがとうございます。このようにアンケートを集約して、ですね、行政なり、それから、いろいろなプロジェクトをやっている団体、そういったところに要望を出して、少しでも、復旧復興支援につながっていければなというふうに思っています。ポストプロジェクト、仮設住宅を中心に今、設置しております。見かけた方はぜひこちらの方にですね、声を投函していただければなと思います。お待ちしています。そしてですね、仮設に関する、宮城県の窓口というのがあります。こちらだけご紹介させてください。震災援護室仮設住宅調整班という窓口があります。こちら電話番号を申し上げましょう。 022-211-3257 番、 022-211-3257 番、こちらの方が宮城県の仮設に関する、ご相談事がある人の窓口ということです。以上、皆さんの声をご紹介させていただきました。この後は宮城県大崎市三里町を中心に活動する 3D ファクトリー千葉修さんにお話を伺いました。そのインタビューを聞いてください。震災後さまざまな復興活動支援活動を行っている、この 3D ファクトリーなんですけれども、先日9月25日三里町で行われたこの 3D ファクトリーが、出演していたプロジェクト、復興と追悼の邦楽コンサート、こちらの方にお邪魔をしてお話を聞いてきました。被災地情報番組つなぎラジオ。今日はですね、私三里町の、文化会館の方に来てるんですけれども、はい、ここでは今日はイベントが行われているということで来たんですけれども、はい、今日はどういったイベントをやってらっしゃるんでしょうか。はい、今日はですね、5月に、挙げた青い鯉のぼりの、まあ、一般公開ということも兼ねましてですね、はい、エムズジャパンオーケストラのライブグラウンドゼロ、はい、まあ、震源地からということでですね、うん、コンサートを開催しております。はい、千葉さんはその、ライブの、まあ、主催といいますか、まあ、今回のライブをプロデュースしているエムズ、プロジェクトの、はい、そうですね、3D ファクトリー、あ、ごめんなさい、 3D ファクトリーの、はい、なんて言うんでしょう、何をやってる人なんでしょう、まあ、プロデューサー、プロデューサー平たくということなんですけれども、はい、そうです。この、3D ファクトリーも含めですね、さまざまなプロジェクトもいろいろと並行としてやっているということなんですが、はい、今ちらっとお話が出た、まず青い鯉のぼりプロジェクトなんですけれども、はい、こちら、どういった経緯でこのプロジェクトを始めたんでしょうか。はい、まあ、3.11 の、うん、その地震と津波が起きて、まあ、この三里町だと震度7っていう、まあ、最大震度で揺れた場所だったんですけど、うんうんうん、
約2週間停電と3週間の断水というような感じでね、当時は大変な状況だったんですが、停電が終わって、電気が通ったその日にパソコンを開いたところ、東松島のある高校生の男の子からメールが入っておりまして、でその彼は弟と、あとそれからお母さんとおじいさんとおばあさんを津波で亡くされてということが書いてあって、自分が今後ね、立ち上がっていけるかどうか、まずその時の状況、3月27日だったんですけど、わからない中で今こうしてメールを書いています。発盆が終わった頃にできれば、僕たちの町の復興とそれから亡くなった犠牲者の方への追悼を込めて、皆さんの、ね、太鼓のコンサートを開いてほしいと。できるならば自分 もうずっとちっちゃい頃から、地元で太鼓を打っていて、ずっと憧れの存在だったので、一緒に舞台に立たせてもらいたいという話の、メールが来たわけですよ。もうその27日のメールにもうそれが書いてあったんですね。もう明確に書いてあって、それがなんかいい加減なメールなのか、それとも本当の心の叫びなのかはわからないので、よかったらじゃあ一度会ってみませんかということで、石巻のね、ちょうど河北町に、避難されていて、そこに訪ねていって、本人と会うことになるんですけど、その彼と出会ったことでこの青い鯉のぼりプロジェクトが立ち上がったんですけど、いろいろな経緯を聞いている間に、弟のその去年ちょうど5月にね、お兄ちゃん青い鯉のぼり、僕の鯉のぼりだから空高く上げてねって言ってた鯉のぼりが瓦礫の中から出てきたっていう話を聞いて、じゃあその秋にコンサートは必ずするから、まず5月にありったけの青い鯉のぼり全国から集めようよって言って、それ東松島のね、大曲浜にあげようよっていう話をして、実際に5月5日にそれをあげたんですが、あげた場所自体が結局立ち禁止区域だったものですから、送ってくれた方とかもなかなかその見せるわけにいかなかったので、そうですね、ニュースとかでは、ね、取り上げられて、もう全国から200以上の鯉のぼりが集まって、掲げられましたけれども、で今回、秋になりまして、いよいよこの三郷町でイベントをやるということになって、その東松島市の男の子、伊藤健人君、ついにステージに立って、立ちましたね。本当周りからは鬼って言われたんですけど、ただいろんな意味でね、あなたの願いを叶える上で、エブズ・ジャパン・オーケストラのコンサートは、それは同調したのでやるけれど、ステージに立つということだけは、いくら慰めではやっぱ出すわけにはいかないよっていう話をして、でもね、彼はその日から本当こちらの練習工程をほぼ1回くらいテストで休んだかな、それ以外はね全部参加されていて、じゃあ本当に本人伊藤君は本当に強い意志でステージの上に臨みましたね。なんかその太鼓の音もそうですけれども、本人の心の音っていうんですかね、そういうのが伝わって、でさらに周りのみんなとのその音のなんて言うんでしょうね、集合体っていうのかな、心にやっぱ、共鳴し合うっていうかね、そういう部分っていうのはすごいあって、いやもう半分投げ出すのかなっても思って見てたんですけど、もう全然そんなこともなくてね、厳しい稽古に耐えながら耐えましたね。伊藤君にも今度機会があったらお話伺えればなと思うんですけれども、ぜひぜひ。でこの三郷町の文化会館の前には今回一般公開やっとできたということで、この青い鯉のぼりが今僕らの目の前に泳いでますね。泳いでますけれど、元気に泳いでます ね。今日はね、本当すごいいい風で、みんなそれこそ天国に向かってね、何かこうメッセージをこうなんか飛ばしてるような感じでね、気持ちよさそうに泳いでますね。そうですね。
この青い鯉のぼりプロジェクトまた引き続き続いていくと、はい、いうことなの で、 そうです、ね、詳しくはまたホームページなどを皆さん見ていただければなと、はい、ぜひ見てください、ね、この青い鯉のぼりがまた全国にねこういうふうに翻ってくれるとまた嬉しいなとも思いますし、はい、うん、はい、さあそして、次のプロジェクトなんですけれどもこちら01がれき再生プロジェクトというのもスタートしています、はい、これは、震災で出た、がれきの中から、うん、資材を探して楽器を作って、はい、そうですね、それを、販売して、うん、その、売上金を、基金に回すと、はい、回すと、うん、まあ、復興支援の一つのプロジェクトですけれども、これ僕興味深く思ったんですけれども、うん、まあ、がれき非常に多くて、うん、がれきの処分困ってるところもいっぱいあるんですけれども、その中であえてこのがれきの木材を、うん、まあ、資材、その資材の使用、思いの材料と書いて資材って読ませてますよね、うん、はいはい、まさにそういうことですよね。そうですね、だって、地震津波の前まではね、うん、すぐ近くにあったもうなんかまさに、家の柱だったりとか、うん、梁だったりとかね、うん、いつもみんなのその喜怒哀楽を全部吸収していた思いのある、うん、木材を、うん、ただ燃やしちゃっていいのかっていう気持ちもあったし、うん、やっぱ大量のゴミを見た時、ゴミっていうかね、山積みになった震災ゴミを見た時に、うん、それこそゴミって言っちゃっていいのかっていうのもあったし、うんうん、だってやっぱ昔から柱の傷はみたいな感じで成長と一緒にね傷つけてたりとか、うん、そうやって一緒に、まあ、育ってきたわけですよ、うん、だってね瓦礫とか言って、うん、一括りにしますけれどみんな捨てたくて捨てたわけじゃないんだもん、そうなんですよね、うん、でやっぱそれ毎回その例えばケント君のところのね、うん、家の周りとかに、うん、行くにつれて、うん、これな、まあ、特に自分たちは和太鼓をやっていて、うん、和太鼓は高額の楽器ですから、うん、みんながいろんな意味で緊急支援としてやってきたことっていうのはすごい本人たちが生きることの一番底辺だったと思うんですけど、うん、でもやっぱ余暇があったりとか、うん、コミュニティでみんなで何か一つのことをやるっていうこともすごい生きることにとっては大切なことなのに、まあ一般的にはいい職10のところを重点にしていくもんですから、うんうん、まあおざなりになってしまう、うんうん、そういったことがあって、うんうん、でも和太鼓を聞いて涙流す人とか、うん、すごい心躍るっていう人がいるならば、うん、やっぱそうやってそのためにみんな練習してきたりとかもしてたわけなので、うんうん、早くその活動を戻してあげたいなっていう気持ちもあります、うんうんうん、だけど、まあ、うちらはまあお金があったらひょっとしたらなんか太鼓屋さんから買って寄贈するっていうこともできたでしょうけど、うん、まあ、体張るしかないので、うんうんうん、じゃあみんなでその、太い、ね、木材とかを集めようと、うんうん、まあ、ただ集めたんでは当然まあ、アセットになってしまうので、うん、ちゃんといわゆる自治体の方との許可をいただいたりですとか、もういわゆる震災ごみとして、うん、財産放棄をしたものを預かっている産廃業者さんの方から許可をいただいたりとかして、なるほど、今楽器を作っている。はい、これ楽器作るのにもいろいろなメーカーさんの協力があったりとか、はい、すごくそこも支援していただいたりとか、そうですね、財団の方からの支援もあったりとか、それから実際ミュージシャンの方がねそれを使用してくれて、はい、いやもうなんていうんですかね、やっぱみんな何かしたいんだっていう気持ちはすごいあるんですけど、うん、やっぱ自分の器と違うことをすると、うん、それはこう周りからもねなんか見られ方も変わってくるだろうし、うん、自分としてもなんかしっくりこないことがある、うん、でそんな中でね一番辛い思いしてたのって芸術家たちだと思うんですよ、うん、それまでってやっぱり自分のいろんなものの思いをこう創作作品として出すっていうことで、うん、その芸術活動してた人たちが、うん、何か直接的に支援をするっていうね自分たちのいわゆるそのフィールドの中でできなかったじゃないですか、うん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 、この半年は、うん、そうですね、それが少しずつ、いや違うと、うん、やっぱそういった文化だったり芸術だったりも含めて
ちゃんともっと豊かなね、こうなんか感情生活っていうかができないと、うん、ね、いろいろなやっぱり復興支援策は、まあ、生きていくことのための支援だったりしますけれど、うん、まあ、そういった音楽芸術に関して言うと生きていく糧になるわけじゃないですか、うん、はい、やっぱりその糧っていう部分に対してやっぱりその音楽それから芸術というものは必要不可欠だと思うので、うん、そういった人たちもこう支援に回れるっていうところの喜びとかきっとあるんでしょうね。そうですね。だってね、やっぱ、うん、あの人としてやっぱみんな何かしないとってすごい心がこう震えるっていうか、立ち上がる意識はすごいあったので、ただやっぱそれがあのかえって逆に迷惑になるんじゃないかとか、いろいろみんなまだまだね、あのそこってこう繋がれていかないというか、もう私一人でやってもダメだからとか、いろんな形でね、もっと本当一人一人の力って必要な時にそれがねやっぱできない状況ってすごいあったので。なんとか、まあ、特にうちらはあのそういう芸術活動をしているので、うん、芸術で何かその地域だったりあの被災者の方だったりに、まあ、お前知ったら変ですけどこうなんか提供できるっていうかね、うん、したらいいなっては思ったのがスタートですね。まあ、その思いがもう一つのプロジェクト、はい、希望の包みの方につながっていくのかなと思うんですけれども、はい、これも全国各地でライブをやったりとか、ええ、そうですね、まあ、実際には希望の鼓が一番最初のうちらの、まあ、スタートラインではあったんですけど、うんうん、何かしようと思ってその行った先でね、うん、太鼓の音が地鳴りの音がするからやめてくれって怒鳴られて、うん、で全くそうだなって思って、うん、で自分たちが誇りに持ってた楽器が、うん、まあ、憎むべき今回の天災と同じ扱いをされた瞬間に無力感というか感じた、うん、俺らこのままじゃあみんなで、万歳解散しようかっていう話も実際出たし、それぞれの家庭を守ることでね、うん、いいんじゃないかって思ったんですけど、ある場所に支援物資届けに行った時にいつも大太鼓だけそのワゴン車に積んで行ってたんですけど、うんうんうん、なんかふとしたところでね、うん、次また来るからここにじゃあ支援物資置いていくんで、うんうんうん、受け取り証にサインしてっつって、うん、大太鼓にサインさせたんですよ。本当、うん、はいはい、そういうところからのきっかけで、ただみんなメッセージいっぱい書いていって、うーん、あ、みんながなんか思いを自分の中で伝えたいんだなって、うん、2巡目回った時には、うん、その人1週間前に行った時と違う思いがあってまたメッセージ書かせてくれっていう人もいたし、うーん、そうやってどんどんいろんな人たちの中で希望の鼓って勝手に呼ばれるようになっていって、うーん、じゃあうちらもその希望の鼓っていう名前で行った先でみんなにメッセージ書いてもらおうって始まっていったんですけど、まあ人相がねこんなんでつってもラジオだからわからないと思うんですけど、なかなかファーストね、まあ第一印象はね、うん、まあ正直ね声かけてもらえないんですけど、まあサングラスにひげ面ですからね、もうあんま全く申し訳ないって感じなんですかね。だからもうそれの中で言うと、うん、太鼓のおかげでね、すごい今までにないくらいたくさんのその世代の人と、うん、たくさんのお話をして、うん、やっぱたくさんの辛いことを、うん、聞いて、うん、でなんか一緒にそういう活動も、うん、世の中には必要なんだなっていうのをすごい感じて、うんうん、なるほどね。まあ、3D ファクトリーも含めですけれども、はい、まあ、この美里町の中から、うん、まあ、いろいろなことを発信していこうということで、まあその、まあ、今回の、まあ、ライブも、うん、グランドゼロ震源地というタイトルになってますが、はい、まさにここからスタートというところになりますけど、やっと動き出したというところもあると思いますけれども、はい、うん、有料チケットで、ね、やるのは、ね、うん、すごいこう周りからも賛否が分かれたんですけど、うん、ただやっぱ自分たちの中で、うん、あの日の前に帰りたいという気持ち、まあ、帰りたいというか、うんうん、あの日の前通りの生活をしたいというのがあって、うん
まずはね、うん、それはねボランティアだけでは、うん、あのなんていうか成立しないんですよ。だからもうボランティアっていう形をするんだったら優勝ボランティアっていうか、うん、あの お互いに努力して、うん、そこの中で決めればいいわけで、うん、うちら定価を出してるわけじゃないんですけど、うん、なんかあのほら太鼓にぎやかしで来て、うん、タダで打っていってくれっていうか、うん、そういう声なんかも聞くとすごい逆に心痛くなって、うん、でも、うん、打ってる連中らそれで飯食ってるので、うん、本当はこれだけのお金ないといけませんとかって言いたいところもあるし、うん、でもなんか助けてあげたい気持ちもあるし、うん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 、だったらうちらの復興のスタートの日は、うん、ちゃんと昔みたいに、うん、お金を取って、うんお客さんがそれをチケットを買ってくれる、うん、でうちらはその対価に合う分だけのことを努力してお客さんにステージを見せる、うん、でそれでまたお客さんたちが元気と勇気をもうね、うん、もらって帰るっていうね、うん、あの日のスタイルに戻したいなっていうのはすごいあって、うん、なるほどね、はい、あの今後もあのちょいちょいはい、いろいろお話伺えればなと思ってますんで、ぜひあのうちの、ね、メンバーなんかも、はい、あのきっと話したい思いとかもいっぱいあると思うので、はい、出てもらいたいです。やからのメンバーとかも、ねはい、ぜひお願いしたいと思いますので、こちらこそお願いします、はい、ということで 3D ファクトリーの千葉さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。27p.jp 27p.jp 復興プロジェクトマッチングサイトつなぎプロジェクト。三里町の 3D ファクトリー千葉秀さんへのインタビューを聞いていただきました。東松島市の高校生伊藤律くんの声から始まった青い鯉のぼりプロジェクト、そして瓦礫を楽器に再生する活動ゼロワンプロジェクト、そして東日本大震災希望の鼓基金、こういったすべての窓口は 3D ファクトリーのホームページからご覧ください。さあお送りしてきましたつなぎラジオ3回目いかがだったでしょうか。この番組では皆さんの今思うこと悩み、そして被災地での情報など何でも構いません。皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスはこちら info@27p.jp info@27p.jp どんどんお待ちしています。だんだんと夜も寒くなってきました。皆さん健康管理は十分に気をつけながらお過ごしください。それでは今回はこの辺で、お相手は大阪智夫でした。つなぎラジオ言葉の力。自分の感受性くらい。茨城のりこ。パサパサに乾いてゆく心を人のせいにはするな。自ら水やりを怠っておいて、気難しくなってきたのを友人のせいにはするな。しなやかさを失ったのはどちらなのか。苛立つのを謹慎のせいにはするな。何もかも下手だったのは私。初心消えかかるのを暮らしのせいにはするな。そもそもがひ弱な志に過ぎなかった。ダメなことの一切を時代のせいにはするな。わずかに光る尊厳の放棄。自分の感受性くらい自分で守れ、バカ者よ。